スノーマン岩本テ氏初のドームツアイアーへ貴重な経験、最高でしたと、相場正樹に、笑顔スノーマンが6日、K、2023FNS 歌謡祭、第1夜、午後6時30分に登場し、デンジャーリックを披露した。岩本テ氏30、はバシッと黒いスーツと柄入りのシャツで決めて、薄いサングラスを装着して登場。トークパートでは、 MC の相葉正樹から今年はドームツアーがあったね。どうでしたと切り出され、初めてドームツアーやらせていただいて、東京ドームでデビュー発表もさせていただいたので、その場所に単独でコンサートさせていただくというのは、本当に貴重な経験をさせていただきました。最高でしたと語った。X ではスノーマン、真冬もスノホリック、デンボリなどがトレンド入りした。 岩本については、治安悪いヒー君美女最高すぎる。カラさん治安憎め美女で最高でした。ハートもはやチンピラが懐かしい。治安の悪いヒー君好きって言ってる人多くてなどと書き込まれていた。